クラウディオ・アリエル・ジャコブは、アルゼンチン・サンタフェ州出身のサッカー選手。ウラカン所属。ポジションはミッドフィールダー。12歳の時にボカジュニアーズのユースに入団するも、2年後に、両親と共に生活するために帰郷し、地元サンタフェのクラブであるビラボッシュでプレー。2001年後半にラシンクラブへ移り、ユースレベルで、キャプテンとして2度のタイトル獲得に貢献した。 2006年11月8日、CA バンフィールド戦で途中交代し、トップチームデビュー。このシーズンは、計14試合に出場。2007から08シーズンからはレギュラーに定着し、30試合に出場した。さらにアペルトゥーラ2008からは21歳にして、キャプテンに任命された。2012年7月、プレミアリーグのウエストブロムウィッチアルビオに f c へ。 移籍した。2018年9月6日、チャンピオンシップのノッティンガムフォレスト FC との2年契約に署名した。2020年1月27日、ウルグアイプリメイラディビシオンのナショナルモンテビデオに移籍した。2007年、アルゼンチン U-20 代表に招集され、南米ユース選手権と FIFAU-20 フフワールドカップでプレーした。 U-20 ワールドカップでは、準決勝のチリ戦で得点を挙げるなど優勝に貢献した。2011年3月17日のベネズエラとの親善試合でスタメン出場し、A 代表デビュー。2試合目の出場となった同年4月20日の対エクアドル戦では代表初得点を挙げた。足元の技術が高く、パスによりゲームを組み立てることができる。 ハイボールに強く、またミドルシュートやドリブルを得意とし、運動量もある。ありがとうございます。